こんにちは、生まれた時からオカルト属性、パンダ風です。こんにちは、ズンポです。オカレジプレクション始めます。今回は海外生活版オカルトからの切り抜きです。海外といえば、中学生の頃、初めて海外の心霊写真を見て、めっちゃびっくりしたことがあったんだ。へぇ、怖い霊写ってたとか。それがさぁ、顔がね、外国人だった。そりゃそうだろ。結構な衝撃よ。日本人の幽霊しか見たことなかったんだからさ。はぁ、顔の彫り深いもんね。驚くかもね。深かったよね。心霊写真の黒船来航だったね。素敵な思い出でしたね。では、オカルトコレクション始めましょう。ヨーロッパ在住です。数年前に主人のイギリス人の友達が、夫婦で家に泊まりに来た時のこと。夕食を、お皿を下げようとした時、トイレから戻ってきた奥さんの様子が、おかしいことに気がつきました。どうかしたの？って聞くと、お宅にもいます。って言うんです。するとご主人が、またか。って顔をするんですよ。もう怖くて。話を聞くと、奥さんの方はすごく霊感が強くて、よく幽霊を見るそうで、二人は、ロンドンで何度か恐ろしい目に遭ったのだとか。悪い霊になると、攻撃してくるらしいんです。幽霊の良し悪しは、顔でわかるらしいのですが、攻撃された時の幽霊の顔は、今思い出しても恐ろしい、と言ってました。幸いにも奥さんが家で見た霊は、穏やかな表情の、初老の男性ということで、別に危害は加えないだろう、ということでした。どうやら主人が骨董市で買ってきた、コート掛けについた霊のようです。今も廊下に置いています。怖くないですか？でも、危害加えないなら大丈夫なのかな？最初は怖かったけど、今は平気ですよ。このコート掛けを大事に使っていたおじいさんが、心配でついてきたんだなぁと思って、大切に扱ってます。残念ながら私は、霊感とは縁がないみたいです。見てみたいけど。うちにあるスウェーデン製の古いソファーセット、異常に安かったのが気になるよう。これからは古いものを大事に使います。いかがでしたか？物につく霊のお話でした。石とか人形の話は聞いたことがあるよ。アニミズムとは違うのかな？アニミズムって？万物に魂が宿る的なことかな。つくも神とか、精霊信仰とかかな？ざっくりだね。ざっくりなんだよ。世界各地にこの考えというか信仰があるんだよね。ケルト、イヌイット、アフリカにも。結構あるんだよね。宿る、魂と呼ばれるものも。神だったり、精霊、動物、人間のだったりさ。最初から宿ってたり、途中で宿ったり、はたまた、人の手で宿らせたりでさ。いろんなパターンがあるんだね。でも、どのパターンでも結局は、物に魂が宿る、イコールアニミズムになっちゃうのよ。一つのカテゴリーにしないで、細分化が必要かもね。じゃないと、本質が失われちゃうよ。妖怪とかもそうだもんね。継続調査するわ。さすがはオカルト属性だな。雑談はここまでにして、それでは次のお話です。信じてもらえないから誰にも言わなかった話。もう10年くらい前、スウェーデンでの話。友人3人とこっくりさんのヨーロッパ版みたいなことやった。ひっくり返したガラスのコップを文字盤に乗せ、3人の手をコップの裏面に乗せて、質問に答えてもらう。やり方はこっくりさんそっくり。で、それぞれくだらない質問をしたんだけど、コップがものすごくスムーズに動いた。みんな、お前、動かしてるだろ？俺は力入れてねえよ。とか言ってる。そのうち、みんなマジ怖くなってきて。じゃ、1、2、3で、みんな一斉に手を離すぞ。ってことになった。で、みんなで手を離したんだけど、コップは手を離した後も変わらず、一人で文字盤の上をスルスル動いていた。誰も悲鳴なんかあげなかった。無言のままその場を離れ、一階に降りてから、ギャー。スウェーデンか、こっくりさんって、どこの国にもあるもんなの？スウェーデンじゃ、こっくりさんじゃなくて、精霊。って呼ばれてたな。他の国にもあるのかな？
いかがでしたか？他にもウィジャボードとかテーブルターニング、フランなんかがありますよね。やったよねー、こっくりさん。エンジェルさんっていうのもあったよ。どうだった？十円玉バージョンと鉛筆バージョンがあってね。どっちもやったけど、よくわかんないかな。わかんない？動かなかった？その時によって、動いたり動かなかったりだったし、動いても、同じところをぐるぐるしてたりでさ。それは、わかんないわ。相性悪いんじゃない？マジか。私、人見知りだし、仕方ないか。人見知り、関係ある？あるよ。例とはいえ、初めましての人とは、すぐ仲良くはできないもん。なるほど、人だとダメってことか。そういうこと。こっくりさんならよかったのに。君、動物好きだもんな。猫とかハムスターもウェルカムだよ。さて、次は最後のお話です。イタリアに住んでいる身内、女性がいるんですが、彼女から聞いた話です。彼女の旦那さんは向こうの人で、ある時旦那さんに、ある場所に連れて行ってもらったそうです。ある場所は沼地のような場所で、よく覚えてないんですが、そこではホタルを見ることができるのだとか、しかも、季節を問わず。ホタルを見ることができるのは夏だけ、ですよね。さらに不思議なのは、そのホタルを、見ることができる人と、見ることができない人がいるということです。一緒に行っても見える人と見えない人がいる。近くで見ても、明らかに普通のホタルなのだそうで、彼女は、当然旦那さんも、そのホタルを見ることができたそうなんですが、旦那さんの話では、見ることのできない人も多いらしいです。ちなみにこの旦那さん、数ある、血の涙を流すマリア像の一つを作った人です。細工してはいないらしく、彼が言うには、教会の人間が細工でもしたんだろう、と。なかなか面白そうな人なので、一度会ってみたいと思ってます。不思議なホタルですね。見える人と見えない人の差だけになりますよね。もしやホタルではないのでは？じゃあ何なの？それは知らんけど、ホタルの光なら、大概の人が見れるわけだから。ホタル以外の光だから、見える人と見えない人がいるってことかい。何の光かはわかんないけどさ。オカルト属性のくせに、人玉なのではとか思わないの？オカルト属性なめんな。オカルト属性だって、わからないはわからないんだ。だから、面白いんだろ。はいはい、すんませんでした。オカレジコレクション、いかがでしたか？また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ありがとうございました。